私は学生時代のアルバイト先で炊飯器が爆発して前髪がチリチリになる事件を起こしたんですが、うん、そんな一大ハプニングがあったエピソードを教えてください。一大ハプニング結構っすよ。え、その何その漫画やん、うん、チリチリになるとかあるないないないねえ、学生時代の何の事件って炊飯器爆発って相当ですよ。炊飯器爆発するって何、魔法が失敗したの本当に、ね、え、すごいな、やばい。一大ハプニングっていうのは、僕は専門学生の18、19歳の時に上本町にあったんですよ、大阪。あ、はいはい、上本町って、まあ、その名の通りちょっと高台の方にあるっていうところで、うん、でそこから僕学校終わってから心斎橋に住んでたの当時。あ、はいはい、だから上本町が、まあ、つまり台前地9丁目から難波の方まで行く坂があるんですよね。まあそんなとこないですけど、そう、はいはい、谷急の坂っていうのがあるんですよ、はい、そ下って降りなきゃいけないんだけど、そこを折りたたみ自転車で、はいはい、こう走ってたんですよね、うん、でも学生なんで早くもう帰りたいし遊びに行きたいから、もうこういう前傾姿勢でなるべく風の抵抗を受けずにズバーンってこう走り抜いたんだけど、なんと坂の走行途中に折りたたみ自転車が折りたたまれまして、急にトランスフォームしたんですよ。うわー、でそのままガシャンガシャンガシャンって折りたたまれて、はい、最小限にワイはスピードがあるからピューってこんな感じでもう草むらにゾン頭が、なんか儀式のなんかツイッタミのトップのやつみたいな勇気に刺さるような感じで、はい、頭からダーンってそう、本当になんかね To be continued ドゥドゥンドゥンドゥンってあんな感じで走行途中にさ、折りたたみ自転車が折りたためられるって想像できますか。確かに、そう、そのまま俺だけは草木にゾーンって突っ込んだんで、そうやね、さっきのなんか前髪のチーチで漫画やんって言ったけど、俺もかなり漫画みたいになってますわ。すごー、はい、じゃあこのエピソードを思い出させてくれた愛ちゃんには銀の優作、銀の優作今考えましたね、金か銀か、はいはい、惜しいとこまで来てる。これが足りなかった、うん、はい、銀ですのでね、はい、ちょっと自己申告で銀の、ね、優作覚えてください、はい。